どうもこんにちは、ホーと申します。お待たせいたしました。今回もグランドセフトオート5パトロール動画やっていきたいと思います。ということで今回からですね、 LSPDFR の警察官の装備を一新することにしました。なのでちょっと今回はじっくりと最初に見ていきたいなと思います。今まではかなり薄っぺらい装備でパトロールしていたんですけど、今回からですねこんな感じで防弾チョッキを着てパトロールしていきたいなと思います。まずですね、もうとにかく一番目立つのが黄色のやつですよね。黄色のやつはテーザー銃ですね。真ん中についてるのはテーザー銃です。もうこれがねめっちゃめちゃかっこいいよね。すげえかっこいいめっちゃかっこいい。これはそしてハンドガンポーチが2つついてますね。あとはマガジンポーチも2つついてます。カービンライフルのマガジンポーチですね。でベルトの方にハンドガンポーチが2つということで、ハンドガンのポーチはね4個もありますねすごいですね。そしてこういう感じでパッチもついてますね。右側の方にはね US フラッグまでついてます。いやーもう愛国心あふれる警察官ですね。非常にかっこいいです軍人並みの装備だからね。そして後ろにはですね、なんとびっくり、ハイドレーション付きですね。ハイドレーションっていうのは中に水が入ってるんですね。水とかを入れて任務中にチューチューってね飲むことができますすごいですよね。いやーこれはかっこいい、すげーかっこいい。顔がイケメンだっていうのももちろんそうなんですけどね、もう装備品がかっこよすぎるよねめちゃめちゃかっこいいわこれ。いやーいいですね本当に。あ、誰かいた恥ずかしいな、ちょっとごめんよ。ということでみんなこういう感じの装備になってますね、他の警察官の方も。いやーということでちょっとやっていきましょうか。じゃあ行ってきますよ。今日も頑張ってパトロールしますすげえかっこいいなこれ、めっちゃかっこいいわこれいやーいいですね、こっから見る視点がすげえいいすごいわ。ちょっと行こうか。そしてなんとなんと、なんだあれは、なんだこれは。そうなんですね、これハンビーですね。 H1 ですね、ハマー H1 でアメリカ軍仕様の車両なんですけど、まあ、こちらはモッドで入れましたね。まあ、このモッドの入れ方の方法も後ほどというか他の動画でね、解説していきたいなと思いますので、気になる方はねそちらの方をご覧ください。ちゃんと動きますよもちろんながら。いいでしょうこれ。そしてなんとね上にある固定砲台なんですけどねブローニング M2 がついてるんですけど、これもちゃんと撃てますからね。こんな感じでよいしょと中に入ってからの、すごいでしょこれちゃんと一人称視点までできると。いやーリアルだよねこれ、バトルフィールド4みたいだよねちゃんと覗くこともできるんかな。いやわかんない、これは無理そうだね、覗くことはできないのか。まあそれでもすごいよね。よいしょ。まあこれはね今回あんまり関係ないですねちょっと見せびらかしたかっただけなんで、まあいいでしょう。ちょっとパトカー取ってきましょうか。いやーかっこいいわこれこの装備かっこいいね本当に。今回はですね久々にこちらの車使っていきましょうかね。よし、これでちょっとカスタマイズしていきましょう。もう本当に久々ですね数ヶ月ぶりに出てきたねこの車。あーなんか車なくなってる、マジか。まあいっかということでちょっとカービンライフル出しておきたいと思います。さあですね、こっからもすごいんですね、ちょっと見といてくださいね、瞬き禁止です見てくださいこれ M4A1 ですね、ちゃんとしたモデルのやつを導入しました。はい、もうめっちゃかっこいいですねもう言うことなしですね、アイアンサイトなんですけど、今回こちらもね使っていけたらいいなと思います。
いやもう全然違うからね、デフォルトとは。すごいいいですね。まあこれでちょっとねギャングどもも倒していきたいなと思いますので、かっこいいな。ちょっと行きましょう。これでちょっと頑張ってやっていきたいと思います。そして今気づいたんだけどね、このテーザー銃なんですけど、テーザー銃はちゃんとねこっから出すんですよね。すごいよねこれ。まあこういう細かいこともあるんですね。意外と作り込まれてる。よし、じゃあちょっとこの車で行きますか。この車結構スピード出ますからね。さあちょっと私はギャング地帯の方やっていきたいと思います。あ、そうだ、あとラジオつけとかないとね。これでよし、これでちょっとやっていこうか。さあ行きましょう。あー、なんだなんだ。ちょっと待って待って、あれは多分盗まれた車両でしょうね。めっちゃプープー言ってましたね。そして赤信号無視か。ちょっと待って待って、逃さないようにしないとまずいぞこれ。ちょっと待ってね、僕もぶつからないようにしよう。あとちょっとあれですね、締め手配しましょうか。ちょっと待って待って、難しいな。ちょっと待ってね、これ逃したらダメだから。まっすぐだよね、結構スピード出してる。まずいなこれ。やばいやばい、めっちゃスピード出すなあいつ。すごい出してるぞこれ。ちょっと待ってね、もうぶつかってるんじゃないこれ。オッケーオッケーオッケー、なんとか指名手配できた。これですよね、合ってるよね、合ってるよね。オッケー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 、ちょっとヘリコプター呼ぼうか。すげえスピード出す。ちょっと待ってね、よしよしよし、オッケーオッケー、前から来たね。あーちょっと待って。危ない危ない危ない。まあ一応ヘリ呼んだからね、もうこれで逃げられることはないと思うんですけど、何台か呼んどかないとまずいな。よしよし、味方も来てくれたので、オッケーオッケーオッケー、いい感じいい感じいい感じ。よし、ここに糸を置いてからの降りて逮捕しましょう。ちょっと降りてきて、誰だお前。さあこれでなんとか大丈夫そうですね。よかったよかったよかった、自分で事故ったんですね。よし、逮捕しておきましょう。あとですね、今回からこちらの方使えるようになったので、これも使っていきます。いやーこれ本当にリアルになったよね。かっこいいわ本当。さあこれでちょっと開けましょうか。ドア上げてからオッケー、これでオッケー。さあ中に入っといて。よし、これでオッケーですね。なんかプープーうるさいな結構。バッテリー抜かないとダメなのかな。うわめっちゃ引いたな。ちょっと待って待って待って。まあちょっとナンバープレート調べておきたいと思います。オッケー、プープーめっちゃ鳴るなこれ。どうしたこれ、ちょっと調べましょうか。一応バッテリーが見えてるんですけどね。あーこれ盗まれた車ですね、やっぱり。ちょっとエンジン止めようかな。なんかすごいことになってるな。なんで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 、これ乗った瞬間なんか指名手配されたんだけど僕が。謎ほんと分からんわ。ちょっとバグってるよね。牽引車呼んどこうか。なんか僕が星マークついてるんだけど、どういうことこれ、謎だな。よし、ここに置いとこうか。あとはですね、オーケーオーケーオーケー、向こうにいたね。なんかおかしいよね。なんで僕こうなっちゃったんだ。ちょっと待ってね、これで下げれるかな。下げれないね。謎、本当に謎。
おー、どうしよう。ちょっとあそこか。やめとこう。フリーウェイかな。ちょっとやめときたいと思います。なんかもういつの間にかこんな場所まで来ちゃったんだけど 全然違う場所に来ちゃったな。どうしようかな。ちょっとどうにかして戻ろう ここはどこだかわからん。じゃあちょっとね、左に行って曲がって戻りたいなと思います。ギャング自体来るところだったのに 全然違う場所に来ちゃったよ。いやー、ここいい感じの景色だね。昼間見ると全然違うね。前回もここ夕焼けの時通ったような気がするんだけど。見え方が全然違う ようやく帰ってこれたな。さあ、ちょっと左に行くか。これね、ちょっと指名手配の消したいんだけどね。おお、びっくりした。なんだ今のこのバイク、ノーヘル野郎だね 危ね、引きそうになってたぞ。さあ、ちょっと、うわー、なんかおかしくなった。マジか、ここでクラッシュかよ。そりゃないわな、そりゃ。ちょっと待ってね、ここでクラッシュさせんのは嫌だ。これね、僕もね、やり方は分かりましたよ クラッシュした時の対処法が。まずこんな感じでローディングしてからの OK、 これで OK なんですね わざわざ警察署の方に戻らなくても大丈夫みたいです。これで任務続行できるということで、ちょっとやっていきましょう。ちょっと待って待って待って、これ指名手配しよう。ちょっと待って。OKOKOK、 まあ一応なんとか指名手配のボタンを押せたんですけど、うわ、めっちゃ引いてる、めっちゃ引いてる。ちょっと待って待って、やばいぞこれ。急ごう急ごう。大丈夫？救急車呼ぼうか。ちょっと待ってね。救急車呼んどきました。さあ、ちょっと待ってね、これ追いましょう。3台ぐらいちょっと呼んどきましょうか。あと逃げたら嫌なんで、ヘリコプターも呼んどきたいと思います。よし、これで大丈夫だね なんか2台いましたね。2台ヘリコプターがいるんだけど。でもこれ結構味方が攻め寄ってるな。ぶつかって倒せそうだですね 味方ね、結構バイクでも普通にぶつかるからね。なんかめっちゃぶつかってるな。違うやつにぶつかってるな なんかめっちゃクラッシュしてるぞ、前方で。何があったんだこれ。パトカーもなんか後ろから誰かにぶつけられてるのか。なんか変なやつが後ろからついていってるんだけど シルバーの車のやつが。これ一体何でしょうかね。この人は一体なんだこれ。こっちもちょっと邪魔邪魔邪魔。何何何、明らかおかしいよねこれ。ちょっと待って待って待って、これもちょっとやっときましょう。よし、もうちょっと呼ばないとまずいな 結構あれだね、田舎まで来ちゃったね。おどうしたどうしたどうした、いけそうか。全然いけてないいけてない ちょっと待って待って全然いけてないぞこれ。大丈夫か。まあいいか、僕が追いましょう。保安官の人がやってくれてますね。 OKOKOK、 ナイスナイス。さあ、もうそろそろ白バイが出てきそうなんだけどね いやー、これやっぱりあれだね、フレームレート全然落ちないか。うわー、やっちまったなそれ。それはやっちゃいかんぞ。死ぬぞそれ 生きてたのか、すごいな。ちょっと動かないで動かないで。さあ、ということで 危なかったな今の。 OKOKOK、 なんとか逮捕できましたね。よかったよかった。大丈夫、救急車呼ばなくて大丈夫 大丈夫かな。ちょっと掴むよ。ちょっと待ってね。ちょっとなんか動かない動かない、めんどくさいな。ちょっと呼ぼうか。
OK、OK、OK。この保安官の人が連れて行ってくれてるみたいですね。OK、了解です。よし、いいだろう、これで。さあ、あとは、ちょっとバイクの方を調べましょうか。ここですよね。よいしょ、このバイクですね。バイクの中、ちょっと一旦調べてから、牽引車呼びたいと思います。うん、特に何もないね。変なやつは入ってなかった。よし、これで OK ですかね。ナンバープレートも調べとこうか。なんかまだやってんのかな。 OK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 。 こんな感じで大丈夫だと思うんですけど、ちょっとうわ、なんかまたなんかまたクラッシュしたな。今日めちゃクラッシュするな。いやー、ちょっとやけにクラッシュしますよね今回。どうしたんだろうね。ちょっと待ってね、ここで、これ置いときますので、やっておきましょう。ちょっと待ってね、動かないでね。よいしょ、ここにも置いとこう。 OKOKOK、OK OK OK、よいしょ、ちょっとこれめんどくさいな。ちょっとめんどくさいぞ。よいしょ。でもプレビューが表示されるようになったのはすごくいいですね。非常に分かりやすくなってる。よし、これで、あれ、バイクがないマイクがなくなってる。マジか、回収されたんかな。まあそれならいいでしょう。ちょっと消しておきましょうか。さあ、私はちょっと戻りたいと思います。あ、結構近いですね。ちょっと行きましょうか。ちょっとこれは行きたいと思います。ちょっと鳴らそうかな。なんかちょっとバックアップで呼ばれましたので、近いですね。行けますね、これは。大丈夫大丈夫。お、めっちゃ走ってるな結構総動員してますね。な、ちょっと、まあ、危ない危ない危ない今の危なかった。というか、なんか今までと違うなと思ったんですけどね、これなんか霧が入ってますよね。霧というかスモークがすごい。どうしたこれ、こんなこと初めてなんかスモークがすごいんですけど。そして下かね。 OK、 行きましょう。なんか走ってますね、走ってますね。お、来たね来たね来たね。見えるよ見えるよ。ちょっとどこに行くの君。待ちなさい、そこのおばさんあー、オッケーオッケーオッケー。味方がやってくれますね、これは。オッケーオッケーオッケー、ナイスです。さあ、私はちょっとね、あれですね、呼んでおきましょう。うわ、めっちゃ来たな。どうしたどうしたどうした。ヘリまでいるじゃん今思ったらそんなに重要なやつなのかこれ。何したんだろうね、殺人でもしたのかな。めっちゃ来てるぞこれみんな歩いてきたのかこれ。車がないからね。いやー、ご苦労さんですね。僕の車乗っていきますかこれ。みんな歩いて帰るみたいなんだけどほったらかしかよ。しかもまあいいか、僕が見張っておきますか車で。君は一体誰だこれ。まあいいだろう、掴んで持っていくか。これがね、できるようになったのは素晴らしいですよね。あ、ありがとうございます。ちょっと来てくれたね。さあ行ってこい、お前は。どうしたどうした、行って行って。え、ちょっと待ってちょっと待って待って。 OKOKOK、OK OK OK、ありがとう。これでちょっとお礼言っときましょうかこれでいいですね。よし、あー、なんかすごいな、川の中入っちゃったよ。あれでいいの？あれでいいんだ。
水没しないんだね。まあいいか。行きますか。しかし、うわお、危ねえ。ごめんよ。さあちょっと行きましょう。ん？なんかやってたな。ちょっと待って待って待って、すげえぶつかってるぞお前。君すごいぶつかってるぞ。何があったそれ。この人ですね。ちょっと待って待って待って。 OKOK、 指名手配しといたので大丈夫です。あとはちょっともうちょっと近づいて。うわ結構逃げてるな。すごい逃げてるなこれ。赤信号で止まってますね。 OK。 あー、消えた。マジかよ、なんか消えちゃったよ。もう一つの赤点の方を追いましょうか。じゃあ仕方ないね。もう一つの赤点ってどこにいるんだろうね。わかんないけど結構遠いぞこれ。いや意外と遠いかもこれ。うんだよね、めちゃめちゃ遠いじゃん。すげえ遠いぞこれ。ちょっと無理だねこれは。ちょっと遠すぎるのでやめておきたいと思います。うん、またまた変なとこまで来ちゃったけど、今回ちょっとね調子が悪いですね。久々の収録なのに調子悪いのちょっと残念ですけど、またここに戻ってきちゃったなこれ。信号ないのか。信号ないんだね。 OK。 え、もう真後ろじゃん。マジか、なんか撃たれたみたいですね、民間人の人が。ちょっとめっちゃ真後ろなんですけど、ちょっと待ってね。さあ行きましょうか。まあタイミングよく後ろで銃声聞こえなかったけどね。さあちょっと行きましょう。なんかここは開発途中の場所みたいですね。なんか救急車も到着してるんだけど、これ一体何でしょうか。これ一体何するんだこれ。 OK、 大丈夫かなこれで。どうしたんだろうねこれ、よくわからないな。何をするんだこれ。あー、いたいたいた、あそこにいるじゃん。ここに行きましたね。オッケーオッケーオッケー。ここでなんか撃たれたのか。よし、じゃあちょっとね、なんか、敵が来ないように見張っておきましょうか。ここでアサルト、どうした？あー、そっち側じゃない。そっち側でやるんじゃない。ちょっと待って待って。なるほど、こんな感じで交通整理するんですね。ちょっと銃出しながら交通整理とか、危なすぎるな。さすがにちょっと怖いですけど。しかも向きが逆だしね。 OK、 大丈夫だね。 OK、 助かったよっていうことで。 OK、 大丈夫だね。ちょっと待って、一人置いていってるよ。一人置いていってる。一人置いていってますよ。大変ですねそれ、病院まで歩いて帰らなくちゃいけないとか。さあこれで OK みたいです。僕もね、この事件何回かやるんですけどね、たまにね、う、なんか救急車が吹っ飛んだ。たまにね、なんか襲ってくる時があるんですよね。襲撃される時があるので。ああ、なるほど。無謀運転をしているということか。ちょっとやっていきましょう。間近だからね。ん？ちょっと待って。うわ、なんか銃撃戦してる。待って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 。どうしたどうしたどうした。誰が撃ってるんだ？どの人に向かって撃ってるんでしょうかね。わからんわからん。大丈夫か。あ、この人に向かって撃ってたのか。じゃあちょっと救急車呼びましょうか。ちょっと一旦救急車呼んどきましょう。これ遺体出しとかないとね、まずいからね。よしよし、 OKOKOK。うわー、ちょっとこれは、うわ、すごいなこれ。大動脈やられてるんかな。すごいことになってますよ。早めに処置しないとまずいぞ。
あ、ちょっと帰っちゃうんかい。もうこれ死んでるってことか。ちょっと待ってよ、もうちょっとしっかり見て。仕方ない、ちょっと検視官呼ぼうか。でももう一人の方が来てるよね。いや、どっか行っちゃったな。もうこれ無理だな。まあ諦めてるんか。いや、戻ってきたんか。戻ってきた。でもちょっとね、検視官呼んじゃったからね、蘇生しても多分ね、死体として扱われてしまいますよね。さあ大丈夫かこれ。いやー、ちょっと無理だなこれ。もう検視官到着しちゃった。さあ生き返ったりするのかこれ。あー死んでましたね、よかった。まあそしてなんかあの救急隊員の人も遺体として取られちゃったね。マジかよ、やばいなそれ。ちょっとねこれは呼んどこう。うお、ちょっとぶつからないで。さあこれで OK ですね、あとは来てくれるんで。さあいいでしょう、行きましょうか。ちょっと戻りたいと思います。いやーこれちょっとめっちゃ混んでるな。さあこれでちょっと行っていきましょうか。いやーまたここに戻ってきたのか。今回あんまりギャング自体行けないね。ちょっと待って、あの車ですね。これ多分整備不良ですよね。毎回同じ整備不良なんですけど。すごいね、もうエンジンから煙が。ちょっと待て待て、なんかやばいなこれ。逃げてるな、なんか。ちょっと待ってね、なぜ逃げるんだ君。ちょっと待ちなさい。 OK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 、 ちょっと手を挙げなさい君。ギャングですねこれ。どうして逃げるんだこれ。車が消えちゃったよ、マジか。ちょっと調べたかったんですけどね、車消えてしまいましたよね。車消えたのか盗まれたのかちょっとわからないんですけど。さあちょっと身体検査しときましょうか。なぜ逃げたんだ君は。よくわからないなこれ。さあ今回ですね、アルコール検査もねできるようになりましたので、ちょっとやってみましょうか。アルコールは吸ってませんね。アルコールは全く吸ってないと。でちょっとねドラッグ検査もしたいと思います。ようやくですねアルコール検査できるようになったの。まあどちらもやってないと。まあちょっとよく分かりませんね、なぜ逃げたか。よしこれで OK。 さあ、来てくれましたね。ちょっとあっち側にやっていきましょう。いやーやっぱりかっこいいなこの装備品。すごいかっこいいよね。非常にかっこいいわ。やっぱりこの前にさテーザー銃ついてるってのがいいよねこれ。うわーマジかよ、危ねえなあいつ。なんだあれ、もうちょっと安全運転で行きましょう。すごい、遺体はもうすごいですからねみんな。やっぱりね前にテーザー銃ついてるってのがいいですよね。今気づいたけどね、あれですね、指名手配のレベルが消えてますね。よかったねこれで大丈夫だね。多分ねさっきクラッシュいっぱいしてたのはこれが原因じゃないかなと思うんですけど、まあ治ってよかった。なんでしょうかこれ。ちょっとやってみましょうか。これやったことがないですね、予習すらやったことがないので。でもなんか注意書きとしてすごい騒音がすると書かれてましたけど、そんなにで音がでかいのかな。ちょっと楽しみですね。今ヘッドホンでやってるんだけどね、そこまで音がでかいのか、緊張するななんか。行きましょう。
これサイレン鳴らさないようですね。てかこれ署の近くじゃないか。どんなとこでやってるの。あそこだよね。よいしょなんか赤点がいっぱい映ってるんだけど、奥の赤点は関係ないですね。あれは関係ない赤点なので、手前の方が関係ある赤点です。何があるんでしょうか。ちょっとめっちゃ緊張する。そんなに音がでかいのか。大丈夫？これか？これですよね。うるさい。ちょっと待て。うるさい。やめろ。耳が潰れる。手を挙げろ。うるさい。今のはうるさいわ。ジャイアンの声並みですわ。これちょっと騒音ですね、もう。びっくりした。あんなにでかいとは思わなかった。鼓膜破れるかと思ったわ、もう。ちょっとさすがに、確かにもう注意書きなかったらもう、心臓止まってるわ。そんなにうるさいとは思わなかった。うるさいよ、ちょっと。うるさすぎる。ちょっと君は署の前に来なさい。びっくりしたわ、ほんまに。うるさいな。ちょっと入っといて。静香ちゃんのギター並みだよね。ひどい歌だ。ちょっとこれは連れて行きましょう。ちょっとね、ギターも回収しなくちゃいけないんですけどね、本当は。回収できないと。なので、ほったらかしていきたいと思います。証拠品として回収しなくちゃいけないのにね。まあいいでしょう。いやー、うるさかったね、今の。びっくりしたね。結構硬いギターだね。車で踏んでも壊れない。さあ入りましょう。オッケー、これでいいですね。さあ降りてきなさい。大丈夫か。オッケー、降りてこい。よし、今回からですね、ちゃんと掴めるようになったからね、これで安心して署まで入れますよね。今まではね、逃げられないかっていうね、ビクビクしながらやってたんですけど、今回これですからね。いやー、良くなりましたよね。あー、どうした？なんか消えたぞ。大丈夫か？あー、大丈夫だね。よか、消えた。場所によってなんか消えたりするな。なんかちょっとよくわからないけど、大丈夫かな、これで。なんか消えたぞ。ん？大丈夫？一応なんか持ってる感じなんですけど。さあ、これでいいでしょう。もうどこに行ってるかわかんないけどさ。大丈夫かな？これでちゃんと人いるよね？大丈夫？いない。どこに行ったんでしょうか？もう完全に透明人間になっちゃったけど。まあ一応なんかマップ上に点がついてるからね。もう入ってるっていうことは入ってるみたいなんですけど。透明人間になっちゃった。すごいバグ発見しちゃったな。これ逃げられるかもしれないね。ちょっと気をつけて見といてね。いやー、ちょっとびっくりだわ。ということで、今回はですね、この辺りで終わりたいと思います。次回もですね、こちらのかっこいい装備でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次回もこれちょっとね、続けて撮っていきたいと思いますので。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。あー、この人ですよね。間違いないですね。指名手配されてますね。LSPD から。指名手配、なんだと？あれで？マジか。全然顔では判断できませんね。まあいいでしょう。まあここでちょっとね、威圧的に答えてしまうとなんかあれなので、ここは何も言わないでやろうかな。